You're listening to Shibuya Cross FM.始まりました。毎週金曜日19時からの渋谷女子企画、 J ラムグループでビューティーアドバイザーのアドバイザーしてます、安藤美沙です。よろしくお願いします。そして同じくビューティーアドバイザーの古谷ゆりです。よろしくお願いいたします。お願いします。古谷さんが緊張してるね、はい、すごく緊張しております。はい、今日で3回目の出演のはず。はい、そうです ね、 でもね、なんか2回目はあれだよね、今すっごい大ブレイク中のダパンプさん全員と出演したよね。はい、出させていただきました、ね、その時に比べたら今日大丈夫だと思います。だいぶ期間が空いてるので緊張してます。はいはい、で先ほど伝えたんですけど、私たちこのジェーナグループというあのエステで働いてるんですけども、ここからね、渋谷なんですけども、ここから原宿方面に5分ほど行ったところで、あの普段ビューティーアドバイザーとして働いてるのでね、興味がある人はジェーナグループで調べてみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあここで渋谷女子企画、どんな番組なのか教えちゃいましょう。渋谷女子企画とは渋谷ガールプロジェクトのこと、女子の夢を応援していくプロジェクトです。自分に合った事務所を探したい、ランウェイを歩いて注目されたい、自分の作った曲を世界中の人に聴いてほしい、あなたの夢や世の中、あなたの夢を世の中にどんどん発信しちゃいましょう。女子のやってみたいことをテーマにした参加番組です。今後のために勉強中の子たちを応援していきます。さらに今も活躍中の素敵なゲストさんにも出演していただくので、成功するためのヒントをこっそり聞いちゃいましょう。この番組では皆さんからのメッセージも渋谷女子企画の公式のツイッターとインスタグラムで募集しています。ぜひ渋谷女子企画で検索してみてください。みんなのメッセージお待ちしております。そして本日は公開オーディションの日です。はい、あのここのね、渋谷女子企画が始まってからですね、今回で5期目のオーディションの開催となっております。そして本日は4名の方にお越しいただき、その中からアシスタント MC として月に1回出演していただくメンバーを決めます。こちらもね、めっちゃ緊張してるんですけれどもね、しっかり審査していきたいと思います。それでは7時50分までのお付き合いお願いします。渋谷女子企画、この番組はキレイをサポートするジェーナグループがお送りします。ではお聞きくどうぞ。ではお聞きください。オープニング曲はセクシーラビット、仮面女子。
アガールプロジェクト。ゼーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間は公開オーディションとして4名の方にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきね、あのうちのこちら2人とも失敗したので気楽にできそうでしょう。大丈夫？あれ緊張してる？緊張してる本当に大丈夫よ。今のところ誰も見てないから大丈夫、気楽に行きましょう。はい、はい、まずは自己紹介をお願いします。はい、はい、私から、はい、はじめまして、こんにちは、東京生まれ育ちの24歳飯島瑠璃です。よろしくお願いします。お願いします。どうした？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい、ハスキーボイスの元スピードスケーターの河原清香です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。茨城県出身、20歳シンガーをしています、キララです。よろしくお願いします。お願いします。はい、はじめまして、カタカナ一文字でもーちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。もーちゃんね。はい、もーちゃんです。お願いします。お願いします。はい、どう、みんなね、ここの場所は知ってました？はい、よく通ります。よく通りますか？よく通ります。そうだよね、渋谷と原宿の間なんてみんなも歩きまくるよね。ね、まさかね、このガラス一枚こっちに来るとはね。本当に夢のようです。ね、結構ここ人だかりもできてるからね。で、今日ね、残念ながら金曜日なのでね、すごい通るんですよ、人が。ちょうどこの時間帯ね。はい、だからみんな結構外人の人が、はい、ちなみに今日の撮影 OK なので、ぜひぜひいっぱい撮ってもらって、あの半目とかになっててブサイクなのは載せないようにしてもらって、はい、あのハッシュタグ渋谷女子企画と、あとハッシュタグ渋谷クロス FM で拡散していただけたらなと思います。はい、じゃあね、今日は公開オーディションということなので、4人のね、参加の方々のが何をやっているのかなっていうのを順番に聞いていこうかなと思うんですけど、普段の活動とかについてね、まず飯島さんから教えてもらっていいですか？はい、私は普段、あの、海外からの旅行客の人たちが泊まりに来る宿泊施設、民泊、はい、あの民泊みたいな、あの、ホテルとはまたちょっと違うんですけど、そのなんか、まあ、ゲストハウスって言われている宿泊施設で、フロントのスタッフとして働いています。で、あとはあの、まあ、ちょっと SNS を通して、あのスポーツウェア の、 あのアンバサダーを、はい、やっています。そんな感じです。スポーツウェアはなんかメーカーさん決まってるんですか？メーカーは一応決まってて、あの、オンライン限定で、あの、販売しているところで、まあ、主になんかヨガウェアが多い、取り扱ってるところですね。はい、いいよ、宣伝しちゃっていいよ、メーカーさんとか。スロリっていう、あの、会社なんですけど、そこもともと台湾だか中国だかの、あの、そこに本社があって、で今その日本の方のオンラインでちょっと声がかかって、はい、今あのアンバサダーとしてなんかこう来て写真を撮ってみたいな感じで、はい、やってます。なるほど、はい、ヨガはやってるんですか？ヨガはやってます。あ、はい、だよね。はい、そんな感じでやってます。はい、ありがとうございます。はい、英語がでも喋れるってことなんだよね。英語は独学でずっと好きでやってて、はい、今やります。今じゃない方でやるんだよね。そう、なんか聞いた、打ち合わせの時言ってたのが、そのなんかスピーチコンテストで、はい、優勝。そうです、うん、高校の時にちょっとあの校内選考が一応あって、で学校代表であの東京都のスピーチコンテストに出場したはい、経験あります。すごい、独学っていうのがすごいですね。すごいよね。でね、ハーフっぽいじゃないよ、はい、全然日本人だったの。純日本人、はい、ゴリゴリの日本人だよね。もうゴリゴリの日本人です。ゴリゴリのね、でもね、普通にこの顔で英語喋れたら絶対ハーフ、ね、見えるよね。日本人です。すごい、独学っていうのがすごい、はい、かっこいいですね。ね、優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ次河原木さん、はいはいはい、普段の活動は、普段そうですね、うんうん、今まではそのタレントとして、うん、そのドラマとか CM とかいろいろやってたんですけど、うんうん、今はもう事務所とかも辞めて、うん、あの音楽でちょっと活動していきたいなと思って、うんうん、あの先月ですかね、あのウクレレを始めまして。先月なんだ。あの本格的にあの始めたのが先月で、あの最初は本当にインテリアとしてウクレレがあったみたいな、部屋に飾ってる、 部屋に飾ってるみたいな、飾ってる自分おしゃれじゃないみたいな、めっちゃおしゃれみたいなでやってたんですけど、うん、とある日あの知り合いの方のその音楽イベントにちょっと行ってみないかっていうことで、うん、歌わせていただいた時にもうめちゃくちゃ楽しくて、もう音楽がこんな楽しいと思ってなくて、うんうんうん、でそこから頑張ろうって決めて今音楽の方を頑張ってます。なるほどね、はい、そう、もうさっきね、うん、ウクレレ持ってきてくれてるから後でやってくれるっていう、うん、感じで大丈夫なの、楽しみです、はい、でも役者って聞いてたからそれで音楽に、ね、転向したってこと、うん、そうですね、うんうん、その音楽のイベントがきっかけで、うん、あの自分の夢とか もう一気に変わっちゃって、あの役者だったのがもう本当に自分で表現する音楽ってめっちゃすごいなと思って、うん、自分の世界観を出せるのが音楽だと思ってるんで、はい、かっこいい、素晴らしい、すごいねあとさっき自己紹介で言ってたさ、はい、スピードスケート、はい、あれ気になったんだけど、あの結構言われるんですよね、あの、うん、関東とかってそういうのがあんまりないって、うん、まあ、出身が青森県、うんうん、八戸市なんですけど、うん、そこで3歳からずっとスピードスケートやってた。3歳から3歳からやってたんですよ。3歳で滑れるの？滑れましたね転がっちゃいそうな、ね、はい、そこからもずっとスピードスケートやってて、あの3度の飯よりスピードスケートみたいな、はい、かっこいいね、はい、そうなん、大会とかも出たりみたいな。そうですね、インターハイ国体は3年間ゴリゴリのスピードスケート、はい、ガチですね、はい、いやずっとやってましたね、はい、あのなんかシャカ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 やってすごいね、はい、いろいろやらせていただいて、もうなんかそんなにやってたらさ、うわ滑りたいみたいになんない？めっちゃなりますね。なるんだよ、はい、でも東京はちょっとスピードスケート禁止のエリアがすごい多いので、はい、スケートリンク自体が NG。 あ、そうなんだ、知らなかった。そのぐらいスピード出るから、うん、多分お客さんに危ないっていうので、あ怪しいので怪我人出ちゃうみたいな、はい、出ちゃうみたいな危ない。でもなんかそういうあのイメージで思ってないよね、スピードスケートが禁止とかいうのも知らないレベル、うんうんうん、そうなんだ、うん、はい、スピードどれくらい出ちゃうんだろうね。私ね、短距離なんですけど、うん、だいたい時速60キロはで言ってますね。車じゃん何にもない車みたいな、もう、はい、その辺の車には負けねえみたいな感じで全然負けないっすねすごいね、はい、そうなんだ、はい、いいじゃん、スピードスケートしながらちょっとウクレレ弾くみたいな新しいですね、呼吸がすいません、バカなこと言ってありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、次キララちゃん、はい、はい、さっきちょっと話したんですけど、うん、シンガーをしてまして、はい、普段都内を中心に、はい、ライブハウスだったりあと路上ライブ、うん、ストリートライブとかもやってます。あと12月に、うんうん、私の新曲が出るんですね。すごい。その今自分で作詞をしてるんですけど、その新曲の発売記念で初めてワンマンライブが開催が決定しまして、はい、でそれに向けていろいろ準備をしています、うん、ワンマンどこでやるんですか？ワンマン新宿の FNV っていう、うん、あのライブハウスでやるんですけど、うんうんうん、ぜひ近いので遊びに来てくださいすごいね。何曲ぐらい披露するんですか？その日はあの、うん、その新曲のリリース記念みたいな感じでやるので、うん、新曲2曲含めた5曲ぐらいですかね。で、あとはそのお客さんと一緒にゲームして楽しんだり、うんうん、なんかそういう一緒に出演してくれるそのオープニングアクトの方とコラボレーションして一緒に普段見れないその2組の、うんうん、あのアーティスト同士がコラボレーションして1曲披露するっていうなんかいろんな盛りだくさんな企画を準備してます。そうなんだ。オープニングアクトの子も言ってあげていいよ。あ、本当ですか、うん、
まだ一組しか決まってないんですけど、うん、あの中竹健也くんっていう、うんうん、全部ひらがなで、うん、中竹健也くん、はい、っていう男性のアーティストさん、うん、同い年なんですけど、うんうん、その方もめちゃくちゃいいアーティストさんなので、うん、ぜひ出演してくださいって言ってお願いして出演が決定してます、うんうん、そうなんだ、はい、ワンマンやるってすごいよね、うん、いやもう初めてなんで、うん、どうなるか分かんないです自分でもそうなの、何人ぐらい入るところなのかな、そうですね、ぎゅうぎゅうで詰め込めば80ぐらいです、詰め込みたいですそうもうみんなもうぎゅうぎゅうにして、うん、もう盛り上がってもらいたいんで、そうなんだ、12月のいつって言ってましたか、12月6日です、12月6日か、金曜日ですね、金曜日だ、うん、はい、ちょっと年末近いんですけど、まあ、金曜日で皆さんお仕事帰りとか来やすいかなと思って、何時ですか、うん、まだ正確なのは出てないんですけど、うんうん、夜そうですね18時ぐらいからそのオープニングアクトの方が順々に、うんうん、出演します、で私多分8時ぐらいに歌います、うんうん、はい、歌はどれくらいやってるんですか、歌は、レッスン期間も含めてでも2年ぐらいですね、うん、でソロで活動するようになってから、今年の7月で、あ、先月で1年経ちました、そうなんだオリジナル曲が何曲、そうです、オリジナルがその新曲2曲と、うんうん、あとはライブで披露している曲が2曲です、2曲2曲、イントネーションが2曲ですね、はい、普段あのその路上ライブとかはどこでやってるんですか、はい、路上ライブ結構バラバラなんですけど、うん、最近多いのはあの秋葉原とか、あと上野とか、あっちあの山手線のあっちが多いですね、うん、上の方そうなのねとか渋谷は1回だけしかやったことないです、そうなんだね、うん、あのここのさっき紹介した渋谷クロス FM の社長さんは、その路上ライブとかやってる人って結構警察とかに注意されて、ね、やりたいことができなかったりするっていう人のために、このガラス1枚、ね、ここで覆われてたら、あの路上ライブやりたい人がここで歌ったりすることができるっていうのも踏まえて作ったんですよ、そうなんですね、そうでもいいですね、ね、いつもそうちょっと止められながらやってるので、ね、みんな結構ツイッターで注意されたんで場所移動しますみたいな、そうなんですよ、うん、もう普通にあるんで、うん、もうやっぱそういうのがあるとすごい嬉しいかもしれないです、シンガーとしては、ね、ちなみにこっから本当に原宿方面に歩いたところにあの神宮前、神宮通り公園かな、うん、そこ、はいはい、OK らしいよ、あ、そうなんですか、そう、うちのね4週目の MC の子がいるんですけど、その子毎週路上ライブやってる、路上ライブのコラボやった方がいいかもしれない、あ、いいですね、オファーしてね、ちゃんとつなげます、私がお願いしますじゃあね、歌手頑張ってください、ありがとうございます、はい、じゃあ次はもちゃん、はい、はい、私は、数年前に全然売れていない地下アイドルをやっていて、うん、で そんな謙虚いらないからいや本当に売れてなかったんですよそうなんですけど、うん、今はあのもう事務所にも入らないでフリーでコスプレをしたりとか撮影モデルをやったりして、うん、生きております、生きているんだもーちゃんインスタがすごい可愛い、 ありがとうございます、ね、見ていただいて、カラフルな感じ、なんか SNS が結構好きで、うん、ツイッターとかインスタとか、それこそ TikTok とかもやってたりして、うん、そうなんですよ、結構幅広く SNS はやってます、そうなんですね、はい、撮影モデルが結構メインな感じなのかな、そうですね、先月までが、うん、あのコンセプトカフェで働いていて、うん、なんかメイド喫茶みたいな感じなんですけど、うん、そこを辞めて今はいろいろオーディションを受けたりとか、うん、自分で次のステップに進もうかなと思って、うん、今そういう段階、はい、ミス ID のファイナリストにもなったの、そうなんです、昨日、あ、セミファイナルなんですけど、昨日発表されて、うん、無事次があのまだ選考があと2回ぐらいあるんですけど、うん、そうなの、はい、昨日だったんだ、なんかツイッター見たらそれ書いてあったから、はい、そうなんですよ、つい昨日発表されて、うん、ずっとミス ID が好きでこの業界に来たっていうのもあるんで、そうなんだね、はい、また一歩ちょっと夢に近づけたかなと思って、すごい、それの選考最後決まるのはいつぐらいに、あ、選考がとりあえずあの9月の末まで、うん、チアーズっていうアプリで、はい、あの、うん、チアーズの上位のランキング上位の方と、うん、あとアーシャーがあるんですけど、うん、そのアーシャー購入上位の10名が一応ファイナルに進めて、うん、あとはあの選考委員の方が選んでいただいた
人も勧めます。なるほど、はい、え、じゃあチアーズの宣伝しといた方がいいんじゃないの。あ、ぜひとも、あのチアーズツイッターにあのリンクが貼ってあるんで、そこからチアーズ飛んでもらえたら、ポイント大事になってくるので、ハート投げるやつだよね。あ、そうです、長押しするみたいなんですけど、つい昨日始めたばかりなので、うん、ぜひセミファイナリストの項目から出てくると思うので、うん、よろしくお願いします。もちゃんはあれだよね、カタカナのもーと、まるでもちゃんです。で、はい、かぶることがないからね。そうですね、探しやすいかも、はい、うん、ちょっと呼び方困ったけどね。そうなんです、まる、も、自分で名乗ってても結構言いづらくて、うん、なんかもうちょっと道が決まったら解明しようかなと思ってるんですけど、なかなか人とかぶらないので、うん、そこはいいかなと思って押してってます。ね、はい、あとなんか気になったのが、なんかサブカルも、うん、好きなんだよね。そうですね、結構あの可愛い衣装とか、うん、まあ、コスプレって言ってもアニメとかよりはメイド服とかバニーちゃんとかそういうのが好きで、うん、まあ、趣味で着てますね。それがインスタにめっちゃ載ってる感じだよね。はい、インスタグラムに結構載せてます。あとね、気になったのがね、はい、恐竜から人間になったってなんかツイッターかなんかに書いてあってそうなんですよ、自分のプロフィールのところに書いてあるんだよ、はい、こいつはやべえってこれは質問しないとと思って私がここで出ると思わなかったんですけど、私もともと恐竜がすごい好きで、うん、なんか博物館巡りとかよく行くんですけど、それで、あの当時働いてたコンセプトカフェで一応白秋から来たことになっておりまして、はい、そういうコンセプト、そうなんです。突然何を言っているんだと思われそうなんですけど、まあ、恐竜だったんですよ、先月まで。なるほど。もうやめて今は人間になったので。よかった、人間に昇格しました。恐竜のまま来られたらどうしようかな。びっくりしちゃいます。そうだよね、よかった。とりあえず人間が4人ってことで、はい、そうです、人間が人間が4人です。ありがとうございます、はい、じゃあね、そんな4人で今日はね、オーディションという感じなんですけども、まず前半はね、みんなの活動について聞いてたので、ちょっと休憩として1回曲を挟んでいきたいと思います。はい、はい、ここで1曲お聴きください。正田真奈美で ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間も引き続き公開オーディションとして参加者の皆さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。緊張だいぶほぐれてきたよね。はい、はいはい、違うな
ほぐれてないな一応ねここの時間ではもっとさらにね自分のことを知ってもらおうということで、うん、自己 PR っていうのをやってもらおうかなと思ってるんですけども、はい、一つずつねいろいろ考えてきてたと思いますが大丈夫ですか。はいはい、はい、じゃあここはね順番は決めません。やりたい人から聞いていきましょうかな、はい、やりたい人、はい、誰だ。なんかもう視線がいいね、はいはい、じゃあ川崎ちゃんから。はい、はい、そうですね、私はその音楽を始めたばっかりで、うん、その始めたきっかけっていうのが聴いてる人に何かを与えたい、うん、伝えたいっていう思いがあって音楽を始めました、うん、で今回ちょっとウクレレを持ってきてますので、うん、ぜひ聴いていただきたいなと思って、はいはい、歌う歌いますね。本当、じゃあ私がマイク、はい、ちょっとスタンドがなかったんで私がこうやってマイクこうやって持つので、あ、わかりました。そこで歌ってもらっていいですか。はい、じゃあ準備します。はい、楽しみですねウクレレ。大丈夫ですか。披露するのは2回目ってことかな、みんなのこういうところで。あ、こういうとこは本当の初、本当のお初でございます。はい、では、はい、聞いてください。本当の自分。時々空を見るよ、頑張った分だけ報われるの。得意じゃないものからきっと無理、順番に夢に蓋をしてた。つまらない作り笑いもうやめて、一つでもいい飾らない夢探しに行くよ。本当の自分なんてまだ全然わからないよ。負けたくない気持ちなら嘘じゃない。100回やってダメな時101回挑んでゆけるかな。もっと特別な明日信じたいよ。ありがとうございました。かっこいいですね。歌詞めちゃくちゃ良かった。良かったですね。歌詞すごい良かった。ちょっとときました。ありがとうございました。ちょっと緊張してたね。めちゃくちゃ緊張してました。はい、でもそういうあれアプリがあるんだね。アプリっていうか。アプリがちゃんとギターとかベースとかいろいろ分かれて、うんうん、ウクレレがあったので、うん、はい、それでやってたのね。はい、なるほど。すごい、ありがとうございました。覚えたてなもんね、1ヶ月で。もう指が動かなくて。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ2人目やりたい人。はい、はい、え、どうしますじゃあ、あっちのカメラでお願いしたいので、はい、このマイクを持ってって好きな位置で。わかりました。はい、どう、あ、すいません。じゃあ飯島ルリちゃんね。はい、はい、そこちょっと遠いかな。もうちょっとこの辺。はい、はい、ちょっとさっき先ほどもちらっとお話ししたんですけど、ちょっと冒頭に自己紹介で英語でちょろっと挨拶します。はい、はい、Hi everyone, I'm Ruri and I'm from Tokyo. So The reason why I came here is making my dreams come true. So, wish me luck. って感じで今ちょっと英語で今はい紹介しました。はい、自己 PR は私はもともと人と話すのが好きで、であと発信し何かをこう発信していくこともすごい好きで、で今までたくさんの方々からたくさんこう影響を受けたりとかもしてて、でこう新しいことにこうチャレンジする勇気とかもすごいたくさんもらってて、なので私はまあ歌手でもなければモデルでもないし、で
こう本当にごくごく普通の一般人なんですけど、なんかだからこそたくさんの人にこうなんか夢を叶えたいと思えるこうきっかけになればいいなと思って今日に至ります。はい、自己 PR でした。はい、ありがとうございます。これまで、はい、はい、ありがとうございました。いじまるりちゃんですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ残りの2人はどっちがやりますか。はい、はい、あ、ごめんね。大丈夫です。私のタイミング悪かったね。全然全然ごめんね。じゃあ最後にやらせていただきます。はい、じゃあキララちゃんから。はい、はい、緊張しますね。またこのマイクで。はい、はい、キララちゃんは。はい、私は、はい、歌をアカペラで歌います。はい、緊張しますね。大丈夫よ。曲名から教えてください。はい、スキマスイッチさんの奏でです。はい、いきます。はい、改札の前つなぐ手と手、いつものざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が大人になってくその季節が、悲しい歌で溢れないように。最後に何か君に伝えたくて、さよならに変わる言葉を僕は探してた。以上です。ありがとうございます。すごい上手。はい、じゃあそのまま。はい、もーちゃんお願いします。大丈夫かな。はい、もーちゃんは何をしてくれますか。あ、私はちょっとじゃあ自己 PR を話させてください。はい、どうぞ。先ほどもあったように、恐竜って言ったりとか一番謎が多いと思うんですけど、私は、現在事務所にも所属してなくて、過去別に輝かしい経歴があるわけではないんですけど、10代の頃から可愛い世界に憧れていて、この業界に入って一度は事務所がブラックだったので大人が怖くて諦めたこともあったんですけど、まあ、休止してる期間で自分も大人になって、自分のやりたいことを指示されたことをただ操り人形のようにするのではなくて、やりたいことを自分の手で切り開いていきたいなと思ってます。で、休止してる期間に結構この前通ったりして、渋谷 FM さんのラジオを横目で見てたんですよ。なので今ここに自分がいることが夢のようで、で、そういう人生何があるかわからないからこそ、同じように一歩踏み出せない子たちを背中を押せるような、肯定できるような存在になりたいと思っております。 SNS などいろいろやっているので、ぜひ興味を持った方はチェックしてください。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあですね、そろそろ時間が近づいてきまして、皆さんね、ホワイトボードに自分のアカウントとかを書いてもらったと思うので、順番に言ってもらって、それで最後今日の感想を一言言って終わりになりますので、いいですか。じゃあ飯島ちゃんから。はい、はい、カメラそっちね、うん、こっちで。はい、はい、私インスタグラムと、ちょっと今ここ書いてないんですけど、ツイッターもやってて、アカウント名は同じです。アットマークルーちゃん1216です。はい、で、あ、もうちょっとなんかちょっと話して大丈夫ですか。時間がちょっとごめんなさい。はい、はいはい、お願いします。今日の感想を一言。今日の感想は、はい、入る前すごいちょっと緊張してたんですけど、意外に、はい、大丈夫でした。意外に大丈夫でした。よかった。はい、はい、リラックスしてできました、はい、できました。はい、ありがとうございます。はい、はい、川崎さん。川崎清香って名前で検索してもちょっと出てこないので、ペッペでちょっと調べていただいて、うん、検索していただけたら出ると思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、今日はどうでした。今日、昨日ちょっと寝れなくて、あ、そう、緊張して寝れなくてで、
今日を迎えたんですけど、はい、めちゃくちゃ楽しい時間でした。よかった、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、キララです。ツイッターはキララでやってるんですけど、うん、インスタグラムは本名で坂よりキララでやってるので、もしよろしかったらフォローお願いします。すごいよね、本名が坂よりキララそうなんです。坂よりもキララもすごくない？そうなんですよね、どっちも珍しいから覚えやすいかなと思うので、はい、はい、今日の感想ですね、はい、なんだろう、すごい緊張してたんですけど、はい、意外とうまく歌えたかなって思います。すごい、ワンマンも頑張ってください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもーちゃん。はい、もーちゃんです。ツイッターとインスタグラムがこの ID でやってます。もう丸で多分出てくると思うので、あと一緒に SNS のリンクに TikTok とチアーズなども貼っているので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、ありがとうございます。もーちゃんね、お願いします。もーちゃんです。逆に書いてる、ホワイトボードじゃないように書いてある本当ですか、はい、間違えちゃった。結果もーちゃんすごい天然ということが分かったところで終わりになりますね。はい、では一旦ですね、候補者の皆さんには控え室に戻っていただいて審査して後ほど合格発表したいと思います。審査にはジェイナグループの内田社長と渋谷クロス FM の江崎社長にも参加をしていただきます。渋谷女子局 の、 アシスタントにご応募いただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここでね、一曲、はい、はい、スナックズで始まり、数え切れないほど
さな希望の音が確かに聞こえてる。生きることは時に笑い時に涙流すこと恐れるなら壁ぶち壊せ。ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間はパーソナリティ公開オーディションのいよいよ結果発表です。ね、緊張しますね。緊張するよね、はい、ずっと緊張してる。審査する側もやっぱ本当にドキドキ、ね、するよね。はい、はい、緊張します。じゃあ発表しちゃいましょうか。はい、はい、厳正なる選考の結果、ドゥルル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 多分ね、今裏でざわついてると思うので後で感想を聞いていきたいと思います、うん、じゃあここで1曲ね、またはいお願いしましょう。はい、はい、ここで1曲お聴きください。正田真奈美、ネバー。I don't care 何言われたって Never gonna
Put your hands up high. Get it started again. 掴みたい。まだ見たことのない。ジェイナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間は厳正なる結果アシスタントに決まった川原木清香さんにお越しいただきます。川原木さん、スタジオにお越しください。はい、川原木さん、あ、お友達なの？ありがとうございます。お友達？仲間です。あ、仲間なんだすごい、仲間が来てくれてたんだね、はい、よかった。駆けつけてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごい。どうですか、川原木さん、決定だよ。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、率直な感想。めっちゃ嬉しいです。はい、伝えた思いが届いたんだなと思います、うん、前の日寝れないぐらいだったんだもんね。いや、もうずっとウクレレを握りしめて、明日だどうしようみたいなそんな時間を過ごしてました。そうなんだ、はい、やっぱでもあんまりその歌ってる時はちょっと緊張してるかなとは思ったんだけど、はい、なんか声なのか分かんないけど、なんか落ち着いてる感じがする。なんか最近言われますね、落ち着いてるねって最近なんだ最近言われますね、はい、そうなんだね、はいはい、なんかやっぱ歌歌ってくれたのもすごい良かったし、うん、はい、なんか笑顔も可愛いよね、うん、ありがとうございます。照れてる、照れそう、ね、一応月に1回、はい、私のアシスタントとして私と一緒に、うん、はい、ゲストさんを毎回お迎えするっていう感じになるので、はい、ウクレレの活躍をもうちょっとあるのかもしれないしないかもしれないので、そこは一緒にちょっと考えて、はい、お願いします。でも1ヶ月に1回だったらそこで発表とかできても面白くない？はい、うん、いいんですか？そうだよね、なんかちょっとやりながらなんか喋るみたいな、イントロみたいなちょっといてそうだね、はい、なんかせっかく勉強してるんだったら、うん、はい、うちの番組中半年間っていう感じなので、うん、その間にも、はい、清香ちゃんのなんか成長が見ていけたら。頑張って成長します、ね、はい、どう、ゆりちゃんは。本当にすごい頑張ってる感がすごい伝わってきたので、うん、あって思ったので、本当に頑張ってほしいと思います。ありがとうございます、はいね、はい、そういう気持ちが伝わるんですね、はい、髪の色がかっこいいね、うん、ありがとうございます。ブリーチ2回しまして、そこからちょっと、うん、いつもお任せでやってるんですよ、美容室でも、うんうんうん、でパープル系をちょっと入れてもらって、今色落ちした状態で、その色落ちを楽しみたいっていうその美容師さんのご要望にお答えいたしました。なるほどね、はい、じゃあその髪の色も毎月、はい、変えてきましょう。ちょっと、はい、変えちゃうんだ。変えてきましょうそこをね、はい、やってもらって、一応川原木清香で調べてもらえば SNS とかね、はい、あ、ペッペだ、ペッペ、ペッペで、ペッペで検索、うん、調べていただきたいなと思います。ちょっとね、はい、残念ながらお時間になってしまったんですけども、はい、清香さん、これからはね、毎月第2金曜日だったりちょっと移動したりすると思うんですけど、はい、月に1回の私のアシスタント MC として今後もよろしくお願いします。お願いします。はい、川原木さん、本当に、あ、間違えたごめんね、川原木さんは、はい、ずっとアシスタントですね、はい、で今日本日の公開オーディションに参加していただいた方も本当にありがとうございました。はい、来週の渋谷女子企画なんですけども、再放送となります。7月の12日に放送されたダパンプともさんと西野美希さんの回をお届けします。ぜひご視聴ください。そして8月の16日は新 MC の桜井奈々さんが、来てくれます。ゲストは、2回目のアッシュダヒーローの方にお越しいただきます。よろしくお願いします。渋谷女子企画、この番組は綺麗をサポートするジェイナグループがお送りしました。はい、それでは来週もお楽しみに。清香ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。